正直日本ダービーより菊花賞の方が重要じゃない？なんか菊花賞勝った馬の方が活躍する気がするんだけど。2006年から2010年の菊花賞馬見ながら。せやろか。ブルースリーはギリギリ、なんとか。06から10が特別に暗黒なだけでオルフェイコーは普通にちゃんと強い馬が勝ってると思うけどな。そしてその暗黒期間もコバで走れなかっただけの馬が2頭いるし。一番盛り上がるのがダービーなんだよな今年。知らねえよ。ゴール前の大接戦熱かっただろ。各地のニュースで取り上げられたし、ツイッターも大盛り上がりだろ。G11 勝だけの菊花賞馬って他のクラシックレースより少ない気がしなくもない。一番強い馬が勝つと言われてるもんな。ダービー馬の小馬戦績が悪いだけ。そこ重要だと思うんだけどな。三冠ってこいつこの後どんなレース見せてくれるんだろうって。期待感含めてのお祭り騒ぎな気がする。案外そうでもないぞ。菊花賞馬の小馬成績って春天で水増ししてるとこ多いし。ダービー単冠馬の燃え尽き気味は事実だけど、そもそもクラシック G1 プラス小馬 G1 自体が、海外レースが増えてくるまではレアよりだし。ダービーを目標にしてる馬はその後微妙だけど、その分ダービーをただの通過点にした馬は、化け物しかいない印象。ダービーで余裕で圧勝した馬は小馬も強いイメージスペシカリウォッカしかり。G1 圧勝できるんならそりゃ強いんじゃないすかね。ウォッカはそれでも1年間未勝利だったしな。ということはアスクビクターも渡辺は小馬で復活する。ビッグウィークする可能性も。菊花賞が重要って言うならワールドプレミアの待遇になんか言ってやれよ。ちゃんと守護馬になれたやん。菊花賞と春天勝ってなかったら同地の兄貴いるし、守護馬になんてなれなかったぞ。ダービー取っちゃえば現役続行できなくもない怪我でも引退できるからな。小馬に行かない選択肢ができる。菊花賞ともなると早熟じゃない馬が多いんで春の2冠よりは小馬での活躍率高い。クラシック組の中で小馬でも活躍するのは、サツキバは春の時点で才能が抜けてる子で、菊花馬は秋で完成した子って感じだね。ファン視点とホースマン視点と通算での活躍具合はそれぞれ別もんやし。菊花賞の時期はほとんど小馬だから菊花賞馬は小馬になっても大体走る。菊がクラシックで一番遅い時期だからそのまま小馬成績につながるだけで2000とか2400に短縮したらもっと、小馬成績良くなるだろうな。ホースマンにとってはダービーこそ最大の目標や。というかそういうレースとしてダービーが作られたんだから当然。まあ中には春天菊花賞第一にしてたところもあったけど、あそこ解散したし。菊春天の2勝馬とか生産側からしたら一番微妙な2勝馬だろうし、当然ダービー1勝の方が上。府中があんだけ直線長いの視認性を代償にして強い馬を作るためなのにクラシックでダービーを軽視するってのは、ちょっとどうかと思うが、一番出てくる馬が仕上げてくるのがダービーなんだからその時点で一番強い馬はダービー馬なのは間違いないし。菊花賞プラス府中 G1 勝てる馬は大体強い。守護馬選定レースなんだからダービーの方が重要なのには変わりなくね。今年は皐月賞馬もダービー馬も来ますか。ダービー馬は選択肢に入れてる。21世紀ダービー単冠ジャンポケ、ジャパンカップ、キム、故障、金亀、故障、ウォッカ、G17 勝、プスカ、ロジユニ。フラッシュ、アキテン、ブリ、故障、絆、凱旋門4着、ワンオン、マカシキ。レイドオロ、アキテン、ロジャー、故障、シャフ、ドバイシーマ、オドー、コバ G1、10勝、除く、ジャパンカップ、8勝。21世紀菊単冠カフェ、有馬春天、シシミ、春天宝塚、ザッツザ、デルタ、メルボルンカップ、ソングオブウィンド、故障。アサキン王権、スリーロールスビッグウィーク、エピ、ジャパンカップ、ジャッカル。北さん、G17 勝、ダイヤ、有馬、奇跡フィエ、春天連覇、ワープレ、春天、大捕、春天宝塚、アスク G1、18勝、除く、春天、10勝、春天水増しは割とある。春天もだがグランプリ勝ちも多いな。そして府中 G1 勝ちがエピと北さんのみと少ない。ダービーが終わると次の新馬戦が始まるからどうしてもひとまずダービーまでが区切りになるんだよな。ダービーは関係者にとって夢の舞台だから扱いが違うのもしゃあない。甲子園目指してる高校球児にプロで活躍してほしいから国士云々言ってるようなもんよ。ダービー馬の故障が目立つな。ジャンポケの時は府中の回収があったから少々かわいそう。やっぱダービーにフォーカスを当てる分その後燃え尽きちゃうんだろな。まあ重要って話ならダービーに文字通り命を懸けさせることはあっても、菊花賞にそれはないでしょ。だから無理を押して中距離小馬 G1 勝たなきゃって、ステイヤーが出てくるわけだし。ダービー馬には世代で一番多く G1 勝ってほしい。つまり、皐月賞と日本ダービーと菊花賞を全部勝つ馬が、
競走馬としても種母馬としてもベストなんじゃないか。だから三冠馬がもてはやされるんすよ。ダービー、ジャパンカップが少なくて効く、ハルテンが多いのはダービー馬が得意条件とする府中ではブエナ、ドンナ、アモアイといった。競合牝馬と戦わないといけないのに対してハルテンで構想した牝馬は近年だとカレブーくらいしかおらず、実質母馬だけの争いになってるから菊花賞での力関係がそのまま出やすいのも多分ある。昨年皐月賞、ダービーの勝ち馬どころか連帯馬が菊花賞を開始したという事実を受け止めた方がいいよ。昔はともかく今は三冠馬という付加価値がなければ積極的に選ぶレースではないということ。去年一昨年は開催が阪神というのも考慮に入れるべき。まあ菊花賞の回避馬が多いのは去年までは阪神3000メートルな部分も大きかったし。阪神菊花賞好きなんだけどね、純粋なスタミナ勝負って感じがして。京都ハルテンだと中距離の馬が距離ごまかして勝ったり連帯したりするからね。でも一番人気が出るのはダービー馬だよね、世代の花だもん。でもダービー勝ってない馬はスターホースになれないよね。北さんブラック。あの馬は馬主が有名人って部分も大きいから。そして、みんなの相場になったんだ。それまではサブちゃんの相場だったんだ。菊花賞、ハルテンまでは疑問視されてたんだ。オグリキャップ、敗成功、昔すぎるってのはまあそう。菊花賞勝ちのスターホースは、菊花賞勝ち馬だからスターってわけじゃないのは間違いないと思う。近年で菊花賞のみで人気なのは奇跡か？昔は菊花賞馬の方が良かったけど今は皐月賞馬の方が成績いい気がするわ。スタミナ重視からスピード重視になったから当たり前だけど。結局ダービー、菊花賞ってのは変わらないとは思う。近年だって菊花賞に失踪した春クラシック馬だって、三冠のコントレイルを除いてエポカ道路まで遡るし、アルアインの年だってダービー馬は来てもいない。でも種母馬成績はダービー馬より菊花賞馬の方が、菊花賞の方が種母馬選定競争としてふさわしいよね。東方ジャッカル、やっぱそうだよな、これからだもんな。現役単冠ダービー種母馬の絆だって頑張ってるだろ。菊花賞の方がダービーより重要は全くの間違いだし、古馬戦で活躍してる菊花賞馬がすごいんであって菊花賞がすごいわけではない。ハルテンとかいうボーナスステージがあるのもでかいよな。菊花賞馬理屈上ダービー取れるのが一番のステータスなんだぞ。菊や古馬は挽回のチャンスがあるってだけや。 G1 勝利数多い馬の方が強いだろっていうのは一部納得できるかもしれんが、なんでそれをダービー馬と菊花賞馬という括りで比べるんだ。クラシック菊花賞単冠馬がダービー単冠より G1 勝利数が多いのは、天皇賞春があるダービーで激走して壊れる馬がいる。菊花賞の時期の方が馬体が出来上がってるので、菊花賞時期に強い馬が小馬でも強いみたいに説明できる。これに加えてダービー取ったら満足なので、ちょっとでも不安があれば引退させるってのもあるな。小馬で活躍した菊花賞単冠馬、北さんブラック、メジロマックイーンとかイメージとしては出てくるな。ダービーならウォッカ、スペシャルウィークとか、馬さんのことを考えたらダービーの方が偉いんだろうし、菊花賞ジョッキーとは言わないけどダービージョッキーとは言われるし。かける側の目線だと行われるのが早いレースほど価値があるでしょ。サツキの結果からダービー予想するし、サツキダービーの結果から菊の予想立てるんだし、もちろん他の重賞も参考にするけど G1 はより予想において大きく扱われるし、イメージ的にはやっぱり甲子園が近いな。甲子園を目標にするのは自由だけど、じゃあ大谷翔平より同じ年に甲子園で優勝した選手の方が強いのかみたいな。馬さん的にも馬主的にも競馬業界的にもダービーが一番のレースなのは間違いないので、ちょっと違うんじゃないか。その例えたまに見るけど何か違う気がする。ダービーは最も名誉なことだから、野球で例えると今より価値が高い新人王的なものじゃないかな。ダービーで激走しすぎて燃え尽きとダービー馬ゆえに王道路線に縛られがちなのが原因かな。でも基本ダービー馬の適性って王道路線じゃない？最近は割と海外行くのも出てきたけど。でもダービーだけ狙うのもなぁみたいなところはある。今年だってダービー狙いで皐月賞出ないの多かったけど、蓋開けてみれば皐月賞どころか使い詰めてた。助けエラなわけだし。ダービーがクラシックの目標レースなんだから、ここで勝つことの強さと小馬で勝つことの強さは別だと思うんだけどなぁ。その意味で重要なのは強さだとしても、その2つのレースの勝ちに違いはないと思いますせ。怪我してでも取りに行く価値があるから怪我も多いんだろうなダービー。適性もあるけど、菊花賞より空き点狙いに行く陣営もいるから、そこら辺は比べようないよね。実際それぞれのクラシックで問われる能力ってなんだろう。皐月は早熟性、ダービーはそれプラス東京2万4000勝ち切れる総合能力やタフさ、菊花は夏を超えた。
段階での成長力とスタミナ能力って感じ。まああらゆる人が目指すレースである以上、競争としてのレベルは必然的に高くなるし、それでさらに価値が上がりのループでしょ。そこを勝つために必要な能力が何かってのとはまた別の話でね。3歳のダービー馬クラシック挑戦って聞く、いかないで成功したやついないんだよな。唯一成功したジャンポケは聞く負けてから言ってる。3歳春の時点での東京2400なわけだし、勝つ馬が弱いわけはないと思ってるよ。いやまあそりゃ弱くて G1 勝つ馬なんていないけど。